グローセンリューダーは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州カッセル行政管区のフルダに属す町村である。この町は、ホーゲルスベルク山地の東の市脈に位置している。グローセンリューダーは、ホーゲルスベルク山地の東の市脈沿い、高度245メートルから420メートルに位置している。町内の最高地点は、420メートルのフィンケンベルクである。ここには、 1990年代までアメリカ軍のフォークミサイル基地があった。グローセンリューダーは古田の西約1 1トルに位置している。町内をリューダー川が流れている。この川は町内の3つの地区名の由来となっている。この川の下半には塩泉があり、この地域における入植に決定的な役割を果たした。1997年まで、 バート・ザルツ・シュリルフの当氏場に貸し出されていた。グローセン・リューダーは、北はバート・ザルツ・シュリルフ、北西はシュリツ、東はフルダ、南東はノイホーフ、南西はホーゼンフェルト、西はヘルプシュタイン及びバルテンベルクと境を接している。この町の主流はグローセン・リューダーである。以下のすべての地区と人口を列記する。 1547年の古田修道院領地図。ルダーと表記されている。グローセンリューダーは822年に初めて文献に記録されている。これは古田修道院の院長アイニルが建設した礼拝堂がマインツ大司教によって性別された際の記録である。この礼拝堂は現在も訪れることができる。中世にこの町は 行政上の中心点に発展した。グローセン・リューダーは、フルダのアムト及び裁判所の所在地であった。この町の貴族家としては、リューダー家とデイリング家があった。騎士ビーガント本リューダーは、宗教改革家、マルティン・ルターの先祖であると考えられている。ビーガントは、マルティン・ルターーの父親の記事である、メーラ付近に定住し、新たに設けた居城を、 フルダ修道院の修道院長から霊園として受領をした。これらを鑑みて、存続しているルター家においてもその祖先は、リューダーの一族に由来すると考えている。ビーガント・フォン・リューダーは、1302年から1308年までの間に7回、フランケンシュタイン家とアムト・ザルツンゲンとの間の売買、退職契約の立会人となっている。グローセン・リューダー村は、 ドルイとホリで囲まれていた。1220年頃に、グローセンリューダーに二つ目の、より大きな教会が建設された。その内人が現存している。中世末期にグローセンリューダーのアムトとゲリヒトは、古田領主修道院長から、古田の聖堂三次会に、七入れされた。これにより、グローセンリューダーは、古田司教領内で特殊な地位に位置づけられた。 1735年にバロック協会が完成した。1802年の予測化後、グローセンリューダーは古田主教領全域と運命を共にした。この村はオラニエ・ナッサウ公領となり、1806年にナポレオン・ボナパルトにより古田県に併合された。1810年、この村はフランクフルト大公国の一部となった。1815年のウィーン会議後と、 その一年後のプロイセンによる統治の後、この村はヘッセン選定工領となった。1866年の広島戦争により、グローセンリューダーはヘッセン選定工領全域と共にプロイセン王国の一部となり、古田軍西部全域が含まれるオーバーアームトに組み込まれた。このゲリヒトリューダーは1940年に廃止された。ヘッセン州の地域再編に伴い、 1970年12月31日に、それまで独立した隣村であったアイヒエナウが、グローセンリューダーに合併した。1971年12月31日に、クラインリューダー、ウフハウゼンがこれに続いた。ビムバッハ、リュッテルズ、ミュースは1972年8月1日の、州法発行により合併した。 カトリックの聖ゲオルクス教会グローセンリューダーの町役場グローセンリューダーの町議会は31議席からなる。以下の町と姉妹自治体関係にあるグローセンリューダー駅この町はフルダからアルスフェルトに至る連邦道 B254 号線によりアクセス可能である。フルダにアウトバーン A7 号線、アルスフェルトに A5 号線とのインターチェンジがある。 グローセンリューダーは鉄道古田ギーセン線で結ばれている。駅はグローセンリューダーとビムバッハ地区にある。オーバービムバッハ駅は当初の計画とは異なり2006年12月になっても閉鎖されなかった。ビムバッハ地区はこの他に古田市の市バス網で結ばれている。残りの地区はバスが運行している。グローセンリューダーには幼児教育を行う幼稚園が 町立3園、協会運営が2園ある。いずれの施設も7時30分から16時まで開いており、昼間の通園が可能である。最小1歳の幼児も、この施設の託児所を利用することができる。グローセンリューダー、ビムバッハ、ミュース、クラインリューダーに、それぞれ1校の基礎家庭学校がある。主有、グローセンリューダーには、町内及び隣接する。 町村の生徒が在籍する本家庭、実家庭学校のリー流タール修例がある。さらに学習を重点とする養護学校、グリード本望修例があり、相談、支援センター、職業訓練、健康教室を運営している。サーバースホーフの見張り等、ありがとうございます。